アフロック・オブ・シーガルズは、イギリスのニューウェーブ、シンセポップ、ニューロマンティック・バインド。1982年のスマッシュヒット、アイランなどのミュージックビデオが、MTV で盛んにプレイされ、リからの第二次、ブリティッシュ・インベージョンの波に乗って、世界的に知名度を上げた。フロック・オブ・シーガルズは1980年、マイク・スコアが中心となって、リバプールで結成された。 マイクは美容師でデビュー後はガルウィングのような奇抜なヘアスタイルが話題となった。結成時のメンバーはウィリー・ウー、フランク・モーズリー、そしてマイクの兄アリスコア。カモメの群れを意味するバンド名の由来はストラングラーズの曲トイラー、オンザシート、小説カモメのジョナサン。ギターのウーはすぐにバンドを去り、ティーンエージャーのポール・レイノルズが加入した。 兄弟喧嘩のせいで、マーク・エドモンドソンがごく短期間大役として、ドラムスを叩いたこともあった。来たるべき、レコード会社からのオファーに備えて、彼らは、日々マイクのヘアサロンに階でレッスンしてはクラブでの演奏に繰り出した。1981年5月、バンドは、BBC ラジオ1で、翌週のジョン・ピールの番組向けにセッションをレコーディングした。そして、ミドルセックスにあった。 チェックマウントリミテッドのマネジメントの下ジャイブ、レコードからシングルをリリースすることも決定した。ファーストシングル、トーキングと、セカンド、テレコミュニケーションはいずれもビル・ネルソンがプロデュースし、テレコミュニケーションは、クラブチャートでヒットを記録した。サードリリースは、EP の、モダン・ラブ・イズ・オートマティックで、7インチと12インチそれぞれ、複数のバージョンが存在した。12インチはすぐに、 テレコミュニケーションとのダブ WA メンバージョンも履修され、これがアメリカ初進出のレコードとなった。商業的なピークとなった1982年、元ゴングのマイク・ハウレットがプロデュースしたホースシングル、アイランはオーストラリアで1位、アメリカとニュージーランドでトップ10を記録する大ヒットとなった。続くシングル、スペースエイジ・ラブ・ソングもヒットし、 両曲を収録したファーストアルバムテレコミュニケーションはアメリカとニュージーランドでゴールドディスク、カナダでプラチナディスクを獲得した。第25回のグラミー賞ではアルバム収録曲 DNA が最優秀ロックインストゥルメンタルパフォーマンス賞を獲得した。セカンドアルバムリッスンから先行リリースされたシングルウィッシングは母国イギリスで 初のトップ10ヒットとなった。メモリアルデーの週末1983年5月28日、クロック・オブ・シーガルズはザ・クラッシュ、メン・アット・ワーク、ストレイ・キャッツらと US フェスティバルに参加した。同年、リッスンからはデビューシングル、トーキングの再録バージョンを含む3曲のシングルがリリースされたが、マイナーヒットに終わった。がっかりした彼らは、 異星人侵略などの SF 的なテーマから方向転換し、より現実味があり、人間的な感情に訴える作品として、サードアルバム、The Story of A Young Heart を完成させた。しかしシングル、The More You Live, The More You Love のパワープレイも、こうを操うさず、アルバムのセールスは、多くの国で前作より落ち込む結果となった。また続く2枚のシングル、Never Again と、 リメンバーデビッドはチャート入りさえ果たせなかった。セールス低迷にあえぎながらもツアーを続けるその中、レイノルズが脱退し元クラシックスヌボーのゲイリー・ステッドマンに交代した。サウンドのテこ入れとして、キーボードのクリス・クリサフィスも加入した。両名とも、ホースアルバム、ドリーム・カム・トゥルーのレコーディングを待たずして、事前のツアーが終わると、バンドを去ってしまった。 アルバムはイギリスでは1985年、アメリカや日本など他国では1986年にリリースされたが、低迷に拍車がかかり、チャートランク圏外となってしまう。この結果バンドは実質的な解散状態に陥ってしまった。サードアルバムリリース後フィラデルフィアに拠点を移していたマイクスコアは仲違がいして、ボストンに移住した兄やホームシックで、 イギリスに戻ってしまったモーズリーを呼び戻すのではなく、地元のミュージシャンでバンドをリニューアルすることにした。1988年再結成時のメンバーは、ギターのエドバーナーとデイブ・メアーズ、ベースのマイク・ラドクリフ、キーボードのマイク・レールトン、ドラムスのカヤ・プライアーと呼んでウィルキンス。あとに、ギタリストのマイケル・マーク・オートが、ドラマーとして参加した。ただし1989年シングルの、 マジックがリリースされる頃には、メンバーは減り5人編成となっていた。1994年のメンバー変更では、スコアとバーナーに、ドラムスの A.J. マツェッキとベースのディーンプシットが、加わった。このカルテットでレコーディングした1996年の、フィフスアルバム、ザ・ライトアット・ザ・エンド・オブ・ザ・ワールドは、前作に続き、チャート入りを逃した。1998年、バーナー、 マツェッティ、プシェットがバンドを去り、ジョー・ロドリゲス、ダリル・サンズ、ロブライトが加入した。1999年バンドは、マドンナのマイ・プレイグラウンドをカバーし、2000年のトリビュートアルバム、バージン・ボイスズ、エトリビュート・ツー・マドンナ、ボリューム2と2006年のトリビュートアルバム、ザ・ワールズ・グレイテスト8 0ストリビュート・ツー・マドンナに収録された。2003年には、 バンド創設メンバーのスコア兄弟、レイノルズ、モーズリーが VH1 のテレビ番組バンズリーユナイテッド出演のため、人よ限りの再結成。番組では、アイランとスペースエイジラブソングを披露した。2004年も再度オリジナルメンバーが集結し、ツアーを行った。ツアーは、その後、マイクスコアと新メンバーとマイケル・ブラームに引き継がれた。翌年は、 この新メンバーでテレビ番組ヒットメベビー、ワンマータイムのアメリカ版に出演し、アイランとライアン・カブレラのオン・ザ・ウェイ・ダウンを演奏した。2011年6月、レイノルズとモーズリーはリバプールのクロックストス・パークで開催された音楽イベント、クロックストス・カントリー・パーク、フリー・ミュージック・フェスティバルにフロック・オブ・シーガルズの名で参加した。2013年2月、 スコアは YouTube のアカウントでソロ活動の準備中であると明かし、同月シングル、All アイワナドゥを、翌年1月にもシングル、Somebody Like You をリリースした。2013年7月、デイリーニューズの取材に対しスコアは、ツアーの機材を満載した車が、盗難に遭い、7万ドル相当の機材とスコアのソロアルバム、ゼブラタ用の曲を保存した HDD が失われた。 ことを明かした。これによる遅延はあったものの、なんとか自宅のデータで復旧し2014年3月にアルバムをリリースすることができた。2016年にドラムスがブラームからケビン・ランキンに交代。2017年にはギターのロドリゲスがカナダのスプーンズから移籍したゴード・デップに交代した。2018年5月3日、オリジナルメンバー4人によるシックスアルバム アセンションの制作が発表された。オリジナルメンバーとしては実に34年振りとなる。このアルバムは6月以降 CD 版及び MP3 のダウンロード版が相次いでリリースされた。プラハフィルハーモニー還元楽団と共演した既存曲のオーケストラバージョン11曲と新曲アセンションが収録されている。6月6日にはスペースエイジラブソングの ミュージックビデオが YouTube でプレミア公開され、2日後に同曲語バージョン入りの EP がダウンロード販売された。12月にはアイランもシングルとしてリリースされた。2019年7月、引き続きオリジナルメンバー4人の名義でアルバム Inflight The Extended Essentials がリリースされた。 新記録音された往年のヒット10曲のエクステンデッドバージョンが収録され、インストゥルメンタルバージョンとウィッシングの各種リミックス、ダウンロード専用のボーナス曲を追加したボックスセットも同時リリースされた。構成において、クロック・オブ・シーガルズはマイクスコアに象徴されるヘアスタイルやファッションの得意性も手伝って、極もの扱いされがちである。パロディの対象になることも多々あり、 ニューミュージカルエクスプレスは1980年代当時と違って今みんなが知っているのはマイクスコアのおかしな髪型とそれがパルプフィクションでネタにされたことだと語っているガーディアンのアルフレッド・ヒックリングは2007年の記事で同じリバプール出身のミュージシャンであるオーケストラル・マヌーバーズ・イン・ザ・ダークやフランキー・ゴーズ・トゥ・ハリウッドに対してフロック・オブ・シーガルズやチャイナ・クライシスを ひどいとけなしている。一方で彼らがニューウェーブの先駆者かつ時代を代表する存在として評価されているのも事実である。レイノルズの高度なギタープレイやシンセサイザーが織りなすサウンド面での評価も高い。彼らがデビュー作にしてエイリアン襲来をほのめかす SF テーマのコンセプトアルバムを成功に導いたことも特筆に値する。 ビルボード氏のロバート・クリストガウは彼らが正当派のニューウェーブファンから否定的に見られることを理解しつつも陽気で機械的なボーカルと化し、それが歌う対照的で不気味な世界の破滅、人間味のあるドラムスとギターによるポストパンク的なロックサウンドといった独自性を称賛している。彼らはまたジャイブ。 VH1 クラシック、レガシーレコーディングスが企画した 80S ミュージシャンのコンピレーション CD シリーズ We Are the 80S においてバングルスやディックスプリングフィールド、ラバーボーイらと並んでラインナップに選出されている。残念ながらアイランのビッグ、ヒットとそれに続くセールス急降下のため、いわゆる一発屋としての印象が強くなってしまった。 もちろん歴史的なヒット曲あってこその現象で癒しむべきものではないが、後年、VH1 のインタビューに対しマイクスコアは、どのライブでも例外なく皆、アイランを聴きたがるからうんざりすると語った。俺たちのベストナンバーは、あの曲じゃないとも語っている。しかし、アイランのミュージックビデオは低予算ながら、大成功を収め、MTV でヘビーローテーションされた。 ビデオミュージック世代のアイコンとして今でも人々の記憶に残っている。第25回のグラミー賞でファーストアルバムテレコミュニケーション収録曲 DNA が最優秀ロックインストゥルメンタルパフォーマンス賞を獲得した。翌年は最優秀短編ミュージックビデオ賞にノミネートされている。後世のメディアにおけるクロック・オブ・シーガルズあるいはマイクスコアの髪型を題材にしたパロディ ありがとうございます。